ホームチャンネル。はい、こちらパタヤの、ビーチ海岸沿いです。今日はあの水かけ祭りでこんな感じで水鉄砲を持ってですね、これからちょろっとここ屋台がいっぱい出てるのでそこを歩きたいと思います。こっち側はですねあまり水をかけられないということでちょっと屋台がどんなものが出てるかということで皆さんに紹介したいと思います。ではちょっと行ってみましょう。昨日まではあんまりこういう屋台とか出てなかったんですけども、今日はこんな感じで結構出てます。こんな感じで南国的な、なんかこういうの多いんですよ、ソーセージとか団子とか、チキンとか焼き鳥みたいな。でこういう防水ポーチも売ってます。でも防水ポーチは日本で買った方が安いです。だいたい防水ポーチがこっちで買うと50とか40なんですけど、日本でこういう感じで僕なんて買ってきたのはこれ Amazon で送料込み160円ぐらいで買えますんで、日本で買った方が安いです。一応海は汚いんですけども、パラセーリングとかジェットスキーとかやりたい人はやることできますんで、これ自画撮り棒とか売っていたり、こんな香水とかも100とかで売ってます。でサングラスも結構レイバンの偽物とかも結構売ってます。多分日本人的には靴とか洋服とかはいらないものばっかだと思います。こういうメガネとかも50。ちなみにこのメガネダイソーで100円で売ってるので、このメガネも日本で買ってきた方が安いです。この辺も20ですね。で串のこういうのも5で、いろいろなんかソーセージとかあります。洋服もこんなのが、多分200とか150から250ぐらいで売ってると思います。こんな感じで
あっちが結構人が多いパタヤのメインの水かけ祭りの会場になってますんで、これからちょっとあのメインの方に移ってみたいと思います。以上、パタヤの、屋台がいっぱいある場所からでした。